でポールポジション。2番手に、ゼッケン15番ヨゴ選手、南海部品徳島店42秒284。3番手ゼッケン3番中岡選手、 NR マジックレーシングクラブ。以上フロントローとなります。そしてセカンドグリッド、ゼッケン18番荒井選手、口だけレーシングとアームス、タイムは42秒378。そして最後5番グリッドはゼッケン10番しもき選手、笹田企画と FB まなみ45位、タイムは43秒769。どうやら以上、5台での決勝レースとなりそうです。ホースト50スクータークラス、まもなく決勝ヒートが行われます。Thank you.
ましたね。あれはチルドレインでしょうか。どうやらカナタがギリギリ勝ったみたいですね。